大西洋銀行本店ビル大西洋銀行が2005年の紙幣改札で発行を開始したパタカ紙幣では全額面の裏面に描かれている。本店ビルにおけるバンコナシオナルウルリマリーノの表記各植民地を象徴する大西洋銀行の紋章大西洋銀行とは中華人民共和国マカオ特別行政区に本店を置く銀行の一つである。中国銀行マカオ行とに マカオパタカの発見銀行でもある。大西洋銀行はマカオ特別行政区における市中銀行の一つである。すなわち、個人、法人に対して通常の金融業務を行っている銀行である。また、市中銀行であると同時に発見銀行でもあり、マカオ金融管理局の監督下において同局に香港ドルを預託してパタカ紙幣を発見している。なお、 マカオ特別行政区は南シナ海に面しており、行名となっている大西洋とは遠く離れているが、バンコナシオナルウルリマリーノに対応する動向の中国語表記大西洋銀行は植民地経営の歴史的経緯、すなわちポルトガルによる植民地経営活動の中心となった大西洋に由来するものである。ポルトガルの植民地における経済発展及び 発見業務を担うため、1864年、リスボンにおいて、大西洋銀行が設立された。翌1865年には、アンゴラ、カーボベルデの両植民地に支店を開設し、さらに3年後の1868年に、サントメプリンシペ、ゴア及びモザンビークで支店を開設している。大西洋銀行がマカオに進出し、 支店を開設したのは1902年のことである。1905年1月27日、マカオ政府の受験により1パタカ及び5パタカ紙幣の発行が始まった。なお、マカオに進出した1902年、大西洋銀行はポルトガル領ギニアにも支店を開設しており、1912年にはポルトガル領ティモールのディリおよびブラジルにも進出している。 1932年、ポルトガル本国において、アントニオ・サラザールによる独裁政権が成立、続けて第二次世界大戦の勃発、及び冷戦体制と世界の情勢は大きく変化していたが、ポルトガル本国の中立政策により、大西洋銀行による植民地の銀行業務に大きな影響を与えることはなかった。しかし、 大西洋銀行の経営基盤は1974年のポルトガル本国におけるカーネーション革命で変化する。同革命で独裁政権が倒れ、ポルトガルが有する植民地の独立運動が激化した。ポルトガルの各植民地は独立し、大西洋銀行の各支店は単独の銀行として独立していった。また、大西洋銀行そのものもカーネーション革命により、 国有化された。1988年、大西洋銀行の一部民営化が始まり、ポルトガル貯蓄信用銀行が過半数の株式を取得した。1993年には、マカオに隣接した中華人民共和国の経済特区である主海市に支店を開設する。そして2001年、大西洋銀行リスボン本社が、ポルトガル貯蓄信用銀行に吸収合併され、 ポルトガルからバンコナシオナルウルリマリーノの名が消滅した。大西洋銀行マカオ支店もポルトガル貯蓄信用銀行に吸収されたが、同支店は大西洋銀行の名を残したままマカオの企業としてマカオ特別行政区に企業を登記することとなった。これにより大西洋銀行はマカオに本店を有する銀行となった。日本語に直訳すると国立海外銀行である。 ABC 朝日新聞2005年4月1日東京長官7面マイルストーンズインヒストリーオブブヌ o 例えば1975年モザンビーク支店はモザンビーク共和国に国有化されてモザンビーク銀行となり同国の中央銀行となったありがとうございます